はい、カバーゼクロコ、カッパ院長です。じゃあね、まず最初この動画ではね、このモデルナワクチンのこの異物混入のお話見ていきましょうかね。これ海外でも話題になっちゃってね。まずじゃあ最初が、このモデルナ社、問題のロット、この後に、製造工程をなんか変更してたっていうことが発覚してね。まあ今のロットは特に問題がないっていうなんか言い訳にしか聞こえないようなことを言ってるんですよね。厚生労働省が26日未明、アメリカモデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンで異物混入が報告されたとして、一部接種を見合わせると発表。東京、埼玉、愛知、茨城、岐阜の5都県8会場、390回分で見つかったと。事前に気づいて接種はしてないという、接種を見合わせるのは同じ製造工程で作られた約160万回分だが、このうち何人に接種したのかわからないという、現段階で安全性の懸念に関する報告はないとしている。390回分は自治体の大規模接種会場や職域接種会場で使われる予定だったもの。異物はモデルナ社に送り、成分を検査調査している。ワクチンの瓶の栓に使うゴム片が混入するケースは他のワクチンではあったという。混入は8月中旬以降に複数の会場で接種者が気づいて、輸入販売を担う武田薬品工業に報告され、厚労省は25日把握したという。日本向けのモデルナ製ワクチンはすべてスペインの同じ企業の工場で製造、現在は大規模なメンテナンスを経て異なる製造工程になっているという。接種を見合わせる対象ロットが3004667、まあ、この辺の説明はもういいですかね。57万回、接種分。3004734。これが52万回接種分。3004956。54万回接種分で、厚労省は仮に異物がゴム片だとしても筋肉注射であるため血管に詰まるなどのリスクは低いとしている。気になる症状がある場合は医療関係者に連絡するよう呼びかけているそうです。ゴム片だとしても大丈夫だろうって、なんかあんまり大丈夫ないような気がするんですけどもね。でね、この異物混入したこのモデルナ社製ワクチンなんですけど、日本納入分だけに限定されていると。まあこれモデルナがそういう見解を表明しちゃうんですよね。アメリカモデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンに異物混入が見つかった問題で、製造に関わったスペインの製薬会社ロビー、あ、モデルナの発表じゃないんだ、製造した会社ね、26日調査中だが、混入は日本へ納入された一部に限定されているとみられるとの見解を明らかにしたと、まあ、ロイターが報じてるんですけども。でこのロビーはアメリカ以外へ納入されるワクチンの瓶への充填など製造の最終工程を担っていると。で工場での作業は特に停止はしてないそうですね。どうなんだろう、本当かなこれ。でね、結局この武田がこの輸入を担っているっていう、そういう話だったでしょ。で、この武田薬品工業が、この接種する前にね、要は接種者ですよね。に、異物が混入してないか目視で確認してと、まあなんかそういうね、通達を出してるんだって。で、モデルナワクチンのこの異物混入の問題でね、で武田薬品工業が26日、同社が国内流通を担うアメリカモデルナの新型コロナウイルスワクチンに異物混入が発覚した問題で、使用の見合わせの対象外の製品についても接種する前に異常がないかどうか目視で確認するよう改めて求めたと。まあ当然そうなりますよね。で、厚労省はまあでもこの辺の説明はね、さっきお伝えした内容と被るんでね、まあいいでしょう。じゃあこれ海外でちょっともう話題になっちゃったんでね、海外の反応なんかがこんな感じですかね。まあ最初の人が、日本が163万回分のモデルナ社製ワクチンの使用を一時的に中止したぞ。未使用の瓶に小さな異物が混入していたみたいだ。で次の人が、ナノマシンが入ってたかとか、ナノテクノロジー導入するには時期尚早じゃないかなとか、ふざけてんのかな。カナダの人が、モデルナの2回目接種待ってる状態だけど打とうかどうか迷っちゃうなとか。で次の人は、ほらね、自分がワクチン懸念する主な原因はこれだよ、ワクチン賛成派だろうと反対派だろうと、メーカーが説明責任を負うべき、というのは共通だろう。中に何が入ってんのか、それが安全なのかどうか正確に知る
知る必要がある。ほとんどの人は予防接種は理論的に機能するはずだと思ってるけど、反対してる人は害を及ぼす可能性や病気の予防以外のことを普通に心配してるだけなんだ。なるほど。で、代替品を製造するのにどれぐらいの費用がかかるのかなとか、なんで購入してしまったのか、アメリカ製のワクチンだよね。で、次の人がモデルナ側はスペインの委託製造ラインが問題の原因である可能性があると述べてる。で、フィリピンの人が次の日日本からモデルナワクチンがフィリピンに寄付されるんじゃないの異物混入の可能性があるからって。次の人、モデルナはコロナ以前に人間用ワクチン作ったことがなかった。まあ人間モルモットとして頑張れ。とか、ポジティブに考えよう。どうなるかは神のみぞ知るだ。で、アメリカの人が、この混入問題日本だけなのかな。他の国では異物が混入してないのはなんでかな。オリンピックで混沌としていて、緊急事態やが発生しやすかったのが問題の核心かな。緊急事態が発生しやすかった。オリンピックはどうだろう、関係なさそうな気がしますけどもね。自分はモデルナの1回目2回目で腕の発疹と少しの頭痛ぐらいで副作用はなかった。まあ異物混入は報告されてないけど。で、次の人が、こういうのあるからワクチン接種に消極的な人が増える。自分は受けたけど懸念するのは理解できる。政治的な意味合いではなく、まあね、接種するしないは個人の自由ですからね、日本国内ではまだね。で、どの段階で混入したのかもっと具体的にすべきとか、これは責任問題だしモデルナは回答すべきとか、生産ではなく利益を優先してるからだとか、アメリカの人がショッキングな話だな、これは悲劇的だとか、急いで作った製品を信用できない人が多いのも不思議じゃないねと。うん、どうなんだろうね。これはもう日本がなんか気をつけたところでね、異物が混入してるかどうかチェックすることはできるけどね、こればっかりはもうどうすることもできないよね。うん。まあ一応なんかこの政府もね、なんか入ってたとしても問題ないって言ってる根拠が、一応あるらしくて、これまあ筋肉注射なんで、血管には入らないし、注射針通るぐらいの小ささなら、ほとんど害はないだろうっていう、そういう判断らしいですよね。でもそれ聞いてね、ああそっか、筋肉だったら大丈夫か。なんか素直に安心はできませんけどね。うん。まあだからせいぜいなんかこう筋肉注射だったのが不幸中の幸いみたいな、せいぜいギリそんな感じじゃないかな。じゃあまあいっかっていう感じはしないですけどもね。で、なんでこれモデルナね、まあなんかこの何でしたっけ、なんとかっていうなんか外部委託会社に生産をね、投げてるっていう格好でしたけども、これね、自前のね、生産工場っていうのかな、あれなんて書いてあったっけ、ロビーでしたっけね。うん。モデルナ自前のこの生産設備ないんですよね。だから生産それ自体は全て外部委託で、まあ、だからもしかしたらですよ、品質管理ね、あまり徹底されてないね、ざる、そういう状況があったかもわかんないですよね。こればっかりはちょっとなんともわかんないんですけど、まだ。うん。でね、これはちょっとね、まあなんとなく僕の個人的ななんかそうじゃないのかなっていう、あくまでもね、感想ですけども、これ日本だから気づいたってことはないのかなって、日本人だから気づいたんじゃないのって。実はなんか他にね、異物が混入してたロットなんて他にいくらでもあって、ただ他のよその国ではね、そんな細かいとこまで見てないからね、気にもならなくて発覚してないとか、ただそういうことなんじゃないのかなって。日本だけがあってなんかちょっと不自然な気がするじゃないですか。ね。だから日本人がたまたま気づいた。ね。日本だから気づいたってことはないのかなって。ちょっとそこが気になったんですよね。うん。そう。だから接種前にね、目視確認してるのが日本だけっていうパターンがなんかありそうな気がするんですよね。うん。でもさ、そもそもさ、目視できる異物を製造工程で検出できないって結構ザルすぎませんかね、これ。普通なんかこうセンサーとかさ、なんかこう検品全品チェックする。なんかそれが当たり前のような気がしたんですけど、そういうわけでもないのかな。なんだろう、なんかおかしい気がするんだよな。まあこれ、誤解のないようにお願いしたいんですけど、別にこのワクチン接種をね、やたらにこの件を煽ってビビらして、ね、なんかこう躊躇するように、なんかそんなことは考えてませんよ。ね、実際僕もモデルナ2回打ちましたし、うん。で、
なんだろうな、日本向けのモデルナ製ワクチンはね、このすべてスペインの工場、このロビ社が製造してるものってありましたよね。で、なんか日本だけ副反応が結構高いみたいなね、このモデルナの感じは、健康かつ屈強な自衛隊員2500人で試したところ、8割発熱とかって言ってましたよね。僕ちなみに何もね、高熱なんてこれっぽっちも出なかったんですよね。うん。で、異物混入発見ですか。なんかある意味これ答え合わせなんじゃないのかなってちょっと疑っちゃうんですよね。まあこの後ね、何事もなく無事に接種がね、滞りなく進んでくれることを願ってますけどもね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。